2番ホールロング482ヤードロングか。よし、わあ素晴らしい素晴らしい。でも1番ホールよけダボ叩きました。最高のアプローチだったけどね。はい、うん、それまでがちょっとそうだね、うん、まあ今日はどうだったんですか。前半はやっぱりスタートホールが悪かって後半はちょっと持ち直してきました、うんうんうん、コースの印象は、コースの印象はやっぱり井上コーチが言っとったようにグリーン周りが一見こう見たらフラットで、なんかこう池とかバンフェアウェイバンカーだけクリアしてたらいけるかなと思うんやけど、グリーン周りがやっぱりそうだよね。で今日ちょっと雨が降ってるからグリーンが少し重たいからちょっと耐えれたかなって感じやけど、これでグリーンが速かったら乗っても絶対こぼれるなって感じがしました。そうだよね、やっぱりこの美保ゴルフクラブの難しさっていうのはグリーン、うん、グリーン周り、バンカーの形状もそうだしグリーン形状が非常に難しくて、なかなかこうグリーン乗っても2パットで簡単に行かせてくれないっていう、そういう難しさだよね。だから今さっきアプローチすごく上手に打ったけれども返しの、まああれはでもちょっとタッチ弱かったけどね、うん、弱かったです、ね、ここででもねやっぱりハンデ10の力を見せてください。はい、あんまりこうハードル上げるとやりにくいと思うけど、いや後でハンディ10って言わんかったらよかったって思うから。いややっぱりほらアマチュアゴルファーにとってハンデが下がることってご褒美というか、うん、嬉しいじゃない、だってそのためにやってるし、うん、で今度はねこう A クラスで上位に入ったり、女性だと何ですかこうクラちゃんとか女性のクラちゃんがあったりします。なんか男子と一緒、ま、一緒って言ってました。あで同じ T、ね、フルバックから回るっていう、同じ T で男子とクラちゃん出る、はい、楽しいね、ました、楽しいね、そこまでいけたら最高、はい、うん、ぜひ頑張ろう、はい、うわちょっとつま先上がり5番ウッドいけるかな、うん、そうね、つま先上がり左足下がり、まあ、ミートしっかりしてエアウェイ捉えましょう、はい、よし、あちょっと変なボールになっちゃった、うん、芯には当たんなかったけど、はい、まあヘアウェイに行ったからよしとしましょう、はい、こう傾斜をちゃんと傾斜があるよねと、まあだから、まあ、難しいよねっていうことをその一応感じる感覚っていうのが必要なんでね、それを何も思わないでミスする人っていうのはやっぱりまだまだで、一応状況をちゃんと判断した上でできるかできないか置いといてね、正しくこうライがどうだ、これがちょっと気になるとかっていうのは全部分かってるもんね、ちゃんと感じられてるよね。鈍感力も時には大事よゴルフって、はい、でもこうある一定のレベルに到達するところまではこう感覚ってすごい大事じゃない、うん、だってサーフィンもそうでしょ、はい、感覚です、感覚でしょ、うん、あれどうやって波捉えるんですか、なんだろう。え、それはもうこの表水の表面がさーって引いた、なんかこう雰囲気、感覚が多いね。このタイミングも全部こう感覚で覚えるね。ああそうだよね、うん、そうだよね、だからやっぱりテイクオフする感覚とか、そうそう、でもすごい大事なの、やっぱりゴルフってこうスイングを映像を撮ったりすれば、うん、こういうポジションとかっていう感じになるけど、やっぱり人がやってるから感覚大事じゃない、うん、実際だ打てる気がしなけ打てる感覚がしなければ打てないことが多いし、うん、じゃあどうやってやれば打てる感覚がするようなボール位置に置けるのかとか、ね、構えができるのかっていう、うん、そこじゃない、うん、そこをあまりにも重視しない、まあ、ゴルファーってのは多いよね、それはねプロになっても多いんですよ、うん、ちょっとでも上手くなろうとするから、俺の感覚はこうだけどでもこう直したいっていう感覚と自分のやりたいことがこう分離してっちゃうわけ、うん、それってあんまり良くないよね、うん、多くの場合は勘、まあ、に従えってわけじゃないんだけど、感覚とそのすべきことっていうのが同じ方向に向いてるように調整していく、修正していくことが大事、うん、ねえ、サーフィンの時の方が話あもうアスリートだもんね。田中さんはこう本当にアスリートね、プロゴルファーじゃないけどアスリートゴルファーって感じ、うん、いやすっごい成長すると思う、もう絶対シングルになると思うし、
女子のアマチュアの試合に出ましょうね、はい、一般の部出たいです、うん、いけると思う、はい、つま先下がり、よし、そうね、一回構えてから素振りした方がいいかな、これ今傾斜が少しちょっと強くて、はい、つま先下がりの左足上がりなのかな、うん、でこういう強い傾斜は、1回か2回素振りした方がいいよね、そうそう、ちょっとシュッてするぐらい、そうそうそう、あ、やばいやばい、まあ後で滅するから、はい、シュンって、そうで当然左から狙った方がいいですね、はい、はい、さすが乗ったかな、あ、ちょっと足りんか、いやでも乗ったかな、エッジかな、いい感じ、そうそうそう、でも今のライとかをこうだ、ね、こういう傾斜だって感じたら、うん、それに対して少し素振りとかを入れると体重をどのポジションにすればこうなんていうのかな、ちゃんとその角度に対してうまく入るかっていうのイメージが できるでしょ、だからライが、まあ、こうだとかこうだとかって分かった後は、うん、もう軽くていいの、別にちゃんとスタンス取らなくてもいいから、うん、こう構えてシュッ、そうすると どの角度で見てれば何ショットするかって分かるから、うん、いやでもいいショットでしたよ、最高、はい、最高最高、目つしよ、目つし、僕が大事なのやるしね、目つし目つし、この緑の目つしだとテンション上がるんだよね、でも乗ったと思う、乗ったかな、まあ、パターでいけますよね、はい、はい、うんうん、パター変えました、積んでパター変えました、これどういうきっかけですか、はい、大西プロが使い方言、はあ、何よりも優先されることっていうのは人によって違うわけ、うん、結局バランスを合わせるとかさ、うんうん、クラブ使う動機って今のね、じゃあ何を話してるかっていうと、クラブ私は使ってる動機はね、大西プロが使ってたから私も使ってみようっていう動機でしょで、まあ、それとピンから違うパターンが欲しかったんですよ、うん、そういう動機、ピン型とマレットが次欲しくて、マレットでシダしてよかったの、はい、で、よかった。なんかあのグリーンが速い時の方がいいです。うん、おっしゃる通りね。グリーンが速いと、まあ、こういうちょっと太いグリップでストロークもゆったりできるな。あ、合ってるんですか？あ、もちろんもちろん。何何何いや、なんか私、ほう思ったんですよ。あの自分が前ピン型でこのシャフトが薄い時は、うんうん、夏の、あの高麗とかがめっちゃ調子よかったんやけど、うん、ちょっと冬で高麗が枯れてきたりして、グリーンが速くなった時に調子悪くなって、うん、でこれにしたらすごい良くなった、はい、さすがだね、もう正解え、正解ですか、正解正解、え、すごい、やっぱりクラブ重量が上がってグリーンがあのグリップが太くなったりするとストロークテンポとかをゆっくりできたりするから、基本速いグリーンに対して打ちやすい、はあ、でピン型だったりグリップが細い重量がないパターは重たいグリーンの方がスピードを上げやすいから距離感を合わせる、いや感覚を打てました、感覚がね、感覚だよちょっとあれだったな、もうなんかこうこの上りをなんか僕だと結構ショートし、自分がですよ、自分だったらショート してしまうだろうなっていうぐらいの、まあ、上りなんですけど、よくしっかり打ちましたね、さっきショートして悔しかったなんか絶対オーバーしようと思ったんですよ、さすがだな、だから本当自分の性格をうまくコントロールできれば、うん、いいプレーってできるわけじゃないですか、すごいいいっすよね、もちろんちょっともうちょっと弱くやればベストだけど、うん、その自分がしっかり打ちたいっていう気持ちをなんかこう制限のある中でやったっていう感じですよね、気持ちと結果が連動してるじゃない、だからあれを 何も今の話を聞かずにやったら、あ、すごい強気な人なんだなと思うけど、前振りはあるわけだよね、さっきの前のパターンね、はい、ボギーで抑えれんかった、そうだよね、ラインは何でしょうか、下りのスライス、うん、いや、フックでしたんか間違えました、フックでした、フックですね、はい、はい、じゃあ下りのフックです、はい、よかった、OK、入った、よく入った、入った、まあ久しぶりのねガチンコのラウンドで
なかなか厳しいコースを雨の中、はい、回ってるから簡単にうまくいかないけど、はい、またでも徳島に帰って自分のホームコースやった時には、また随分違う結果になるんじゃないかな。で明日またスイングも含めて少しチェックする時間があるんで、はい、そこでね、はい、技術的なところはコース内ではあまりやらない方がいいから、はい、今はもう本当にプレーに集中して、はい、いいスコア出すことだけを頑張ろうね。はい、はいはい、じゃあ今回お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。